ちょっと待って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 、ちょっと録画はできてる、できてる、よし。いきなりなんでこんなとこに、っていうかみんなどこ行ったんだ、ほか、くそ、一体みんなどこ行っちゃったんでしょうかね。攻撃は通じないわけではないか。ちょっとみんなどっか行っちゃいましたね。なんとかなった、あぶ、そんな強くなかったな、なんだあんま強くなかったけど、ビビった。一体どこの誰、っていうかみんなどこ行っちゃったん。まあ円卓の皆さんのドッキリだったということにしておきましょうかね。まあそういうことにしておきましょう。とあなたにお知らせしておきたいことがあるのです。少し前に円卓を挟んだあちら側の奥に誰かがやってきたようなのです。そしてこの離れた場所からでも聞こえるのです。呪いを恐れ嘆き泣き叫ぶ霊たちの声が、そしておぞましい狂った呪詛が、霊体は著しく多く、その声の途絶えることもないのです。想像もできないのです。一体どれだけの人にこれほどのことが行われたのか。あの次の諸行でさえもこんなことにはならないでしょう。近づくべきではないと思います。たとえあなたのような強い人であっても。ん？なんか誰か来た、なんかめっちゃ怖い誰かが来たっていう話でしょうか。うん、まあとりあえずそうですね、ラティナさんの方も、強化しておきましょう。あーでもルーンがそんなないですね。一般のね、位牌の方も強化したいんですけど、まあしょうがない。まあラティナさん、これでプラス2ですね。さて、反対側の奥になんか誰か怖い人が来たという話なんですけれども、おっと、ん？なんだこれ。あ、ここにいた人がいないな。ここにいた人の装備か。なんでこんなところにその人の装備がいませんよね。なんか知らない、知らない。あ、もしかしてさっき襲ってきた侵入者があの人だったの。でも何も喋んない人でしたよね。ネフィル・ルーもいないな。まあいっか。でなんか奥、侵入者誰、いやめっちゃ、めっちゃ汚いんですけど。お前は呪いを感じたことはあるか。恐れ忌み嫌われる生命の宿は、その醜い祝福を、どうやら違うようだな。お前は血のみ子だ。汚れを知らず、知らぬことも知らぬ。そんなものに用はない。久方ぶりの静寂だ。邪魔をするな。今は何もないのかな。そのうちのイベントかなんかで動き出す人か。なるほど。ようやく盾、おっと、こんなとこに祝福が。これはありがたい。ようやくね、校舎の中に入ってこれましたかね。え、なんかすごかったですね。大水車とか、あれ通学路でしょ。ねえ、ようやくなんか学園の校舎の中に来れましたけれども、っと、なんもないな。よし、では先に進みましょっと。とりあえず先輩方、グリーティング、グリーティング先輩方。 OK ですね。そこまで強くはないな。後ろもあるけれど、とりあえず前。2体同時か。2体同時。グリーティング、グリーティング先輩方。そんなに強くはないですね。ただこの人たちな、魔法を使ってくるからな。まあ、とりあえずもうちょっと反対側を見てみましょうか。お、なんかある。ようやくなんかホグワーツ内部って感じがしますね。なんか怪しいな。大丈夫？お、スクロールだ。よし、まずはスクロールで、こっちなんか怪しいな。パカッ。おう、ああ、本当にこの辺りもやっぱり教室なんですね。
なんか教科書的な意味合いで置いてあったんでしょうかと。とりあえずはまあ進みますが、といますね。また2体同時か。あ、いや、3体か。3体厳しいな。ここは一つ、この辺り。と、よし。たたたたたたた。よし。さ、なに？アレクサンダー？アレクサンダーのご親戚だ。いやー、痛い。アレクサンダーのご親戚か。すまんね。なに？飛んだ。よし。うわー、なんかすごい。ぬ、ちょっと待ってみようか。2方向からはきついですね。めっちゃ連射してくるな。ちょっと隙がないですね。ちょっと。めっちゃ連射してくるの。FP 切れとかないですよね。ない、ないだろうな。とぉ！よし。FP 切れとかいう、そういう。親切心はないものとして、よし。またしても宝箱、これ見よがしにある宝箱怖いんですよね。ああ大丈夫、よし。まあなんとかなりましたか。うん。でこの扉は開かないと。となるとあっちか、うん、この辺りのね、敵はやっぱり案の定ね、魔法ダメージが痛いんですけれども、 HP が少ないみたいで助かる。あんなとこにいる敵絶対近くにいる。やっぱりいますよね。ですよね。あった。はい、見つかるの早いよ。ギャー、ちょっと待って。いった。あー、くそ、いると思ったんだよな。やっぱりな、後ろにいましたね。もうこれがフロムの罠ですよ。あった。まずは回収 C の、さて、まずはあいつですね。あいつをおびき寄せます。スカート来るかな。あー、来てくれますね。よしよし。いや、来ない。あ、来る。よしよし。で、こっちの方で。ちょっと待って。何それ。ライトセーバー？よし。まあ、とりあえず、こいつを撃破して、次、左上の階段。そんなとこに。何？気がつかなかった。とう。はい、オッケー。よし。もう一体、結構隠れてた。気がつかなかった。よし。なんかこれで OK でしょ。うん。まあ、隠れていたとはいえ、出てきたんだったら問題はない。さて、おっと。うん。まあ、アイテム回収も、ぼちぼちとやってはいくんですが、とりあえず、姫様、先進みましょう。うん。大胆かつ、隠密かつ、何？もうボスか。で、こっちは何？隠し扉。はい、嘘。はい、嘘。何？あ、本当だった。本当にあった隠し扉。あ、評価しておきます。この手のメッセージで初めてかもしれない。本当だったっていう。とりあえず。よし。さて、隠し扉の先は一体なんじゃらほい。お、宝箱が。一つ。さて、とりあえずパカッ。さすがに罠はないでしょ。ほうき星、魔法か。うん、足長。おっと、石剣の鍵は助かりますね。すごい。何頭身？10頭身くらいありそう。キャプツバですね。とりあえず飲みまして、では姫様参りましょうか。いい。さて、ラダゴンの狼。狼、ワンちゃんか。魔法使ってくるのか。厄介だな。厄介。はい。あ、ちょっとやばいんじゃない？ギャー、ダメか。くっそ。ていうか、このワンちゃんめっちゃ毛がボサボサじゃん。ちょっと後でシャンプーしてトリミングしてあげましょう。後で我が刀でトリミングしてやる。待ってろよ。どうも、出張トリマーです。トリミングしに行きました。後でラダゴンに出張費用を請求してやります。いやー、いった。あ、いや、なに、うわ、今の攻撃避けようがないよ。うわ、厳しい。これは危険手当も料金上乗せですね。あとでラダゴンさん家に
請求書送りつけておきます。おら出張トリマーだ、出張トリマー、お宅のワンちゃんと信頼関係を。ちょっと待って、行った、入った、よし出張トリミング完了ですね。いやー手こずるワンちゃんでしたね。シャンプーとトリミングがこんなに大変だとは。ちょっとこれはね、ラダゴンさん家にね、本当にね大量の請求書を送りつけておきましょうとはいうもの、まあなんとかなった、よかったよかった。ここから行けそうじゃない、あ行けますね、っていうかここしか行くとこがない、危ない、おっかない、さっさと行っちゃいましょう。あ行けましたね、ようやくここまで来れたか。とりえ何の音、何、えうそ、こんな、ギャー、うえー、こここ魔法学院ですよね、こういう物理的なもの、物理的な罠置いておく。でここで多分この辺り大丈夫だ、今のちゃんと隙間あったじゃん、ちょっと今隙間あったよ、絶対隙間あった、隙間は絶対にありました、絶対隙間はある、あるはず、ここ隙間、ギャー、ローリング、ローリングか、ローリングであそこ行くもの、ちょっと回避、ちょっと回避、あでもさっき当たんなかったな、今の当たんなかったですね。とりあえず回収、回収、はい、つまりローリングが必須だということ。あそこ、あんな、あの魔法陣か、あの魔法陣から無限生成ってこと、無限生成ですね、なんちゅう、はい、ハイテク、これはハイテクと言っていいのかどうかわかんないんですけど、なんちゅう仕掛けですかね。さあ来い、ローリングは必須、いらなかった、いらなかった、なんだ、来い雷光剣。さて強そうなんだよな、ボス、ボス、ボスじゃないのか、いった、さてな、ねえ、なに、ギャー、姫さ、姫様の居合が見切られたのと、やばいな、こういう敵か、まずは隙を見せ、この隙ですよ、この隙、隙をちゃんと見極めて打ち込むことが大事、なに、ギャー、一撃しか、一撃なのか、そう、強敵現る、これは強敵現る、やばい、とりあえずここ、よし、隙ありでござる、隙ありでござる、はい、オッケー、ようやくいったか、ふー、カーリアーの騎士盾、あー強かった、ほんとああいうパリーはね、姫様の天敵でございますよ、ふー、ただなんとかなったのは大きい、とエレベーターか、じゃあまあ行ってみますか、ガシャコン、うん、さてまあだいぶね、だいぶ奥の方まで来ましたが、ガガガガガ、意外と到着は早い、あー、え、なんかしてっちゃった、特になんもなさそうか、でかい扉だな、ん？もしかしてボス、ここが最奥かな、ここが、ここが最奥、うわー、ここ、あ、ここ、絶対ボスだ、姫様、ここ絶対ボスですよ、これ。でしょ？
月のジョーか琥珀の卵か。I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. これが月の女王レナラですね。第二のデミゴットか。で、持ってたのが琥珀の卵ですね。敵なのか。なんという空気空気どうすりゃいいんだ。とりあえず遠距離攻撃してくるやつをとりあえず倒しますけれど、とりあえず炎も吐いてるやつもいましたね。とりあえずこいつは全員倒せばいいのか。月の女王レナラと届かないですよね。これ弓矢か。弓矢とか撃ってる暇ないな。とりあえずあのちょっと飛び道具は卑怯。魔法歌ってる、歌いながら魔法か。なんかひび入った。そうか、歌ってるやつを切ればいいんだ。歌ってるやつを切れば落ちてくるんでは。あいつか。これは一体、いった、これも魔法か何かか。とりあえず歌ってるやつですね。歌ってこいつだ。よし、砕けるか。落ちてきた。よし、食らえ。だだだ、ちょ待て。いやー、ただ分かった、歌ってるやつだ。この本を飛ばしてくるんだ。何をするつもりだ。くそ、これがデミゴットか。第二のデミゴット、月の女王レナラですね。ただまあネタがバレてしまえば、あのお墓、あの墓標は何だ。来るのか。なるほど、そういう攻撃か。ただ攻略法が分かればそんなに難しい相手じゃなさそうだ。とりあえず歌ってるやつをとりあえず切って、切るとあのバリアが砕けるんですね。で、歌ってるやつは本を飛ばしてくると。よし、まだ砕けない。ちょ砕けたか。砕けた。よし、これはいった、これはいったでしょ。いや、でも簡単すぎる簡単すぎる。接ぎ木のゴドリックはね、第二形態ありますからね。姫様、これは油断召されるな。何かありますと。My beloved, have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born, forever and ever. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala of the full moon. And the majesty of the night she conjureth. ここからが本番ですね。まずはですね、ギャー！何？
開幕ビームで一撃しか。開幕ビームで一撃しか。ちょっと今の攻撃、タリスマンじゃ防げないな。さて、まずは一撃来る。ガタム近づいてどんどんやっていく必要がありますね。もう遠距離はダメだ。魔術師相手に遠距離はダメだ。ここ危ない。何、ちょっとそれはまずい。ワンちゃんの召喚か。あ、でも消えた。よし、魔術師相手に距離を取るのは愚行でございます。姫様落ち着いて。惜しい、あともう少しだ。ドラゴンはない、ドラゴンはないぞ。ここでドラゴンはない。ちょっと待ってくれ、勘弁してくれ。いやー危ない。ほんとちょっとドラゴンは勘弁して。で、消えるでしょ。消えない。ちょっとドラゴン、ガー、これはダメだ。ドラゴンなんて相手してる場合じゃないでございますよ、姫様。敵は一人、あくまで敵は一人。ギャー、あちーあちー。しかし、しかし、いった。勝ったか。大ルーンもらえますよね、姫様。よし、これで勝ったか。姫様お美しい。よし、これで2体目のデミゴッド撃破ですね。いや、まだ残ってるの。祝福がある。Where did he flee, my sweetings? Come out from whence he hide. There are books and light aplenty. Dither not. Come out, say I, or will ye be gravestones to be better born anew? 月の女王レナラはラダゴンに捨てられたショックで心を失ってしまったと聞いています。なんと哀れな。